日本東京都品川区東五反田東五反田は東京都品川区の地名。現行行政地名は東五反田1丁目から東五反田5丁目。郵便番号は141-0022。品川区の北部に位置する。町域北部は品川区上尾崎、港区白金台に接する。町域東部は港区高輪に接する。町域南東部は 品川区北品川に接する。町域南部は目黒川に接し、これを境に品川区大崎に接する。町域西部は山手線の線路に接し、これを境に品川区西五丹田に接する。町域西部には首都高速2号目黒線が通っている。また、町域内を桜田通りが横断している。線には山手線、都営浅草線、 東急池上線の五丹台駅が置かれている。町域内は五丹台駅周辺に商業施設が見られるが、駅周辺以外はオフィスビルや住居用、マンション、低層住居などが多く見られる地域となっている。東五丹田3丁目付近は通称、島、津山、東五丹田五丁目付近は通称、池田山と呼ばれており、これらの付近は高級マンション、邸宅などが見られ、 山手を代表する高級住宅地としても知られる。上皇后道子も当地の出身である。1932年10月1日、東京市に編入される。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京医療保険大学と NTT 東日本関東病院。 ありがとうございます。